マーク・クイーンは、イギリスの現代美術家で、彫刻、インスタレーション、絵画などの作品を制作している。クイーンは、身体、遺伝学、アイデンティティ、環境、メディアなどをテーマに、今日の世界で人間であるとは何かを探求している。彼の作品には、血、パン、花、大理石、ステンレススチールなど、様々な素材が使われている。クイーンは、サージョン・ソーンズ美術館、 デートギャラリー、ナショナルポートレートギャラリー、バイエラー財団、プラダ財団、サウス、ロンドンギャラリーなどで個展を開催している、ヤングブリティッシュアーティスト運動の注目すべきメンバーであった。クイーンは国際的に知られており、2004年にトラファルガー広場の第1回フォースプリンスコミッションに彼はアリソンラッパーの妊娠を出品、受賞した。クイーンの悪名高い、 凍らせた自分の地で作った自画像シリーズセルフは2009年にバイエラー財団で解雇展の対象となった。クイーンはロンドンに住み活動の拠点としている。クイーンの作品惑星シンガポールクイーンは1964年にフランス人の母とイギリス人の父の間にロンドンで生まれた幼少期をパリで過ごした。父は国土局に勤務する 物理学者であった。クイーンは父親の研究室にあった科学機器、特に原子時計に早くから魅了されていたことを思い出している。ミルフィールドに通い、ケンブリッジ大学のロビンソンカレッジで歴史と美術史を学んだ。1990年代初頭、クイーンは画唱の J. ジョプリンに初めて表されたアーティストである。1991年にジョプリンとの初古典を開催し、 凍らせたキューパイントの自分の血で作られた自画像、セルフを発表した。1990年代には、クイーンと数人の仲間たちは、アートの制作と体験に対する彼らの求心的なアプローチを評価された。1992年には、作家のマイケル・コリスによって、アートフォーラムで、ヤングブリティッシュアーティストと呼ばれ、そこには、コーネリア・パーカー、サラ・ルーカス、 アミアン・ハースと、レイチェル・ホワイト・リード、トレイシー・エミンらが参加していた。1995年、クイーンはデート・ベリテンで個展を開催し、アート・ナウシリーズの一部として、新作の彫刻を発表した。1997年、クイーンの作品、セルフは、ロンドン・ドイアル・アカデミー・オブ・アーツのセンセーション展に出品された。クイーンのセルフは、 サラ・ルーカスやダミアン・ハーストの作品とともに、すでにイギリスの人々の間で注目されていた。この展覧会は広くメディアの注目を集め、現代美術展としては記録的な来場者数を記録した。その後、ベルリンのハンブルガーバーンホフ、ニューヨークのブルックリン美術館を巡回した。1998年には、サウスロンドンギャラリーで個展を開催し、1999年には、 クンストフェラインハノーファーで個展を開催した。2000年には、フロー人間美術館で、クイーンの個展が開催された。その後、同年に、ミラノのプラダ財団で個展を開催し、意欲的な新作、ガーデンを発表した。2002年に、クイーンは、テートリバプールで新作と写真を含む個展を開催し、リバプールビエンナールで1プラス1イコール3の発表と重複して行った。 2001年にはナショナルポートレートギャラリーでクイーンがジョン・サルストンのゲノムの肖像画のための個展を開催した。2004年クイーンはロンドンのトランファルガー広場にあるホースプリンスの移植を初めて受け妊娠中の障害を持つアーティストアリソンラッパーの大理石彫刻を制作した。2006年にはローマ現代アート美術館で マーク・クイーンの作品のうち近年の具象彫刻に焦点を当てた個展が開催され、2009年にはバイエラー財団で1991年から2006年までのすべての彫刻作品を含むマーク・クイーンの現在進行中のシリーズセルフの個展が開催された。2012年、クイーンは2012年ドンドンパラリンピック開会式のための記念碑的作品の制作を依頼され、 アリソンラッパーを空気で抱き上げた記念碑的な彫刻、ブレスを制作した。2013年、クイーンは第55回ベネツィアビエンナーレの美術展に合わせて、ベネツィアのジョルジオチーニ財団でゲルマーノチェラントのキュレーションによる個展を開催した。2013年にはゲルマーノチェラントによるクイーンの初のモノグラフ、メモリーボックスが出版された。2014年には、 クイーンの人生と作品についての長編ドキュメンタリーメイキングウェーブスが公開されジェリー・フォックスが制作、監督を務めた。ロンドンのサマセットハウスでは2015年にクイーンの個展が開催され近年の彫刻作品を中心に展示された。2017年マーク・クイーンはロンドンのサージョン・ソーンズ美術館で大規模な展覧会を開催した。この展覧会は 現代のアーティスト、デザイナー、建築家とのコラボレーションによる新しいシリーズの第一弾であり、ジョン・ソーンの精神に触発され、革新的な方法でコレクションに命を吹き込もうとした。クイーンの初期の作品は身体性、腐敗、保存の問題を扱っていた。パン、血液、鉛、花、DNA などの有機的で分解性のある素材を使って実験を行い、 パンの彫刻、セルフ、エモーショナルデトックス、ガーデン、ジョン・サルストーンの DNA ポートレートなどの彫刻やインスタレーションを制作した。2000年代に入ると、大理石、ブロンズ、コンクリートの使用に力を入れ始めた。古典的な素材や都市の素材のレンズを通して、体とその極限を探求してきた。この時期の作品には、完全な大理石、アリソンラッパーの妊娠、進化、 惑星などがある。2010年からは歴史画や独々しい数高さに見られるようなステンレススチール、アルミニウム、グラフィティペイント、海辺のゴミ、タペストリー、絵画などの金属を使った作品を制作している。マーク・クイーンが国際的な名声を得た最初の作品は1991年27歳の時に展示されたセルフである。セルフは 凍った作家の10パイント欠で形成された自画像で5年ごとに新しい血を入れた新しいキャストを通して自分自身を描くという継続的な作品である。作品は透明なプレキシガラスの箱に入れられ凍らせたキャビネットの上に置かれている。これは作品の性質である依存性を浮き彫りにしている。セルフは ロンドンのナショナルポートレートギャラリーが所蔵している。1995年にクイーンは禁酒。この時期に制作されたのが、作家自身の体から鋳造された鉛で作られた7つの彫刻シリーズ、感情の原毒である。伝統的な7つの滞在のイコノグラフィーにインスパイアされ、各彫刻の中でクイーンの体が引き裂かれ、再構成されていく様子は身体的。 心理的な戦いとしての下毒を反映している。感情の下毒は、テートブリテン、フロー人間美術館、アムステルダム私立美術館などで展示されている。永遠の春引くひまわり2、液体シリコンオイルで冷やしたひまわり2000年、クイーンはミラノのプラダ財団で個展を開催し、有機物を使った最も野心的な作品を発表した。庭園は、長さ12メートル、 高さ3メートルの彫刻で何千もの花がシリコンの中で凍っている。彫刻の中の花は同じ時期に咲くことはなく、世界の同じ地域で咲くこともない。ヒトゲノム計画でヒトゲノムの配列決定を行ったことで2002年にノーベル賞を受賞したジョン・イーサルストンの肖像がナショナルポートレートギャラリーに展示されている。この作品は、 サルストンの DNA を寒天ンンゼリーに入れたバクテリアで構成されている。この肖像は DNA クローニングのための我々の標準的な方法で作られた。とサルストンは書いている。私の DNA は無作為に断片に分割され、それらがバクテリアで複製できるように処理された。DNA の断片を含む細菌はあなたが肖像画で見ているプレートの寒ン,ンゼリー上に 広げられた。クイーンは生まれつき手足のない人や切断された人の大理石彫刻のシリーズを制作してきた。2005年9月から2007年10月までロンドンのトランファルガー広場の第4台座に展示されていたアリソンラッパーの15トンの大理石像はその頂点に達している。アンミレットはディスアビリティ・スタディーズ・クォータリーの中で この作品は障害の衝撃的な価値を利用したもので、あると強く批判されている一方で、その進歩的な社会的価値を称賛されている。アリソンラッパーの妊娠とそれをめぐる論争は、現代美術における、現在の議論の最前線にある、障害の問題を示していると書いた。2012年ロンドンパラリンピックの開会式演出の中心的な要素として、 この彫刻の大型複製が用いられた。神話、チャッツワースハウス2006年以降、マーク・クイーンはスーパーモデルのケイト・モスに大きく関わってきた。2006年4月にはクイーンによるケイト・モスを題材とした彫刻、スフィンクスが公開された。この彫刻には足首と両腕を耳の後ろに巻きつけてヨガのポーズを取るモスの姿が描かれている。この作品の反響は、 2007年5月にニューヨークのメアリーブーンギャラリーで開催された展覧会で最高潮に達した。この彫刻はノルウェーのオスロにあるホルケティートレットに常設展示されている。2008年8月、クイーンはロンドンの大英博物館で展示された18、金無垢のモスの彫刻、セイレーンを発表した。この等身大の彫刻は、 古代エジプト以来最大の金の像と宣伝された。2009年、クイーンは歴史絵画シリーズを開始した。この取り組みの初期の作品群は、世界各地の紛争の報道写真を拡大して、キャンバスに油彩で描いたものから、シルクやウールのジャガード式のタペストリーへと発展した。イーザーローンのザイラーゼにあるマーク・クイーンの乱の彫刻2010年5月、クイーンは、 ロンドンのホワイトキューブギャラリーで映画女優パメラ、アンダーソンをモチーフにしたパメラの広骨とした自意識やポルノモデルのチェルシー・チャームズをモチーフにしたチェルシー・チャームズなど一連の新作彫刻を発表した。クイーンの題材にはキャットマンのデニス・アブナーやトーマス・ビーティー、バック・エンジェル、アラナスターなどのニューハーフが名を連ねている。クイーンの肖像彫刻、バックアラナでは アダムとイブを思わせるポーズで手をつないで立つ二人のヌードが描かれている。トーマス・ビーティーの彫刻では、妊娠中期の彼が頭を下げ、両手で腹部を支えている姿が描かれている。この展示では、逆ショックで描かれた新しい花の絵画シリーズと、ギャラリー向かいのホクストンスクエアに設置された白塗りのブロンズ製の大規模なランの彫刻2点も展示された。2015年、 マーク・クイーンはホワイト・キューブ・バーモンド G で・ジーで独独ー・スー・コーサと題した新作展を開催した。そこでは人間が自然に与える生態学的な影響を探求する新しい作品群が展示されていた。独ド独クドクー・スー・コーサは歪んだ立体的な海の風景を描いた作品である。これらの絵画と並行して 長さ7.5メートルを超えるものを含むステンレススチールで鋳造された新しい彫刻のシリーズは凍った波と題された作品群の一部を形成している。この彫刻は果てしない波の作用によって侵食された貝殻の芯から生まれている。2017年、クイーンはロンドンのサージョン・ソーンズ美術館で古典を開催した。12体の生体彫刻を展示した。 愛のすべてシリーズは古典的な断片化された彫刻の表現を通して愛の概念を探求している。当時のパートナーとのコラボレーションで制作された二人が抱き合う姿を描いた彫刻はルネサンスからオーギュストロダンまで様々な時代の彫刻を彷彿とさせる作品となっている。2020年7月15日の早朝、ブリストルに密かに混流された彫刻。 力のうねぎ2020は、クイーンが制作した、ブラックライブズマターの抗議者である、ジェンリードの像である。この像は、大西洋奴隷貿易に関与していた、ブリストルの商人、特使家、トーリー島庶民院議員で19世紀に建てられた、エドワード・コルストンの像が置かれていた台座に取り付けられていた。像が建てられてからわずか24時間後、市議会は設置許可を得ていないとして、 像を撤去させた。ブリストル市長であるマービン・リースは、クイーンに彼の像を撤去するための費用を議会に寄付するよう要請した。現在進行中のクイーンの絵画シリーズは、新型コロナウイルス感染症流行の最中に、彼の携帯電話で撮影した、時事問題の写真やニュース記事のスクリーンショットを吹き飛ばした上に絵の具を散りばめたもので、これらの新作は、 2009年に始まった彼の歴史絵画シリーズの続編と考えられている。マーク・クイーンは2010年以降数々のチャリティーオークションに参加している。クイーンの作品は2010年にクリスティーズでボーグと共同でイギリスのホームレス支援団体クライシスのためにオークションに出品された。クイーンは2013年にサザビーズで開催された。 耳財団の癌視援のチャリティーオークションに作品を寄付した。クイーンは2014年と2015年にジェイク・チャップマンがキュレーションを担当したボンハムズで開催されたピース・ワン・デーのチャリティーオークションに作品を寄付した。2013年、クイーンはチェルシー・フラワー賞のための作品制作を依頼され、フラワー賞100年の歴史の中で初のアーティストとのコラボレーションとなった。 自然の猛威は、チェルシーフラワー100周年アピールのための資金調達を目的にサザビーズで競売にかけられた。クイーンの作品は、2016年にレオナルド・ディカプリオ財団が毎年開催しているサントロペの柄でオークションにかけられ、環境保護を支援している。ありがとうございます。